こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は爽やかな辛みが癖になる新生姜の万能おかずだれをご紹介します。新生姜はちょうど旬を迎え、スーパーでも手に入りやすいので、ぜひ試していただきたいレシピです。焼いたお肉や魚に、お刺身や餃子、ご飯にそのままかけて万能に使えるおかずだれです。冷蔵庫にストックしておくと重宝します。ぜひ最後までご覧になってください。さらにお知らせです。管理栄養士が教える世界一簡単な長生きレシピ、ついに販売開始しました。こちらはですね、タイトルの通り、とにかく簡単で体にいいレシピだけを集めました。栄養を逃さない調理法や相乗効果の食材の組み合わせなど、そこはこだわり抜いて、余分なものをそぎ落として、とにかくシンプルに簡単に、そして健康にいい、まあそんなこだわりがギュッと詰まった81品を掲載しています。ぜひ毎日の献立作りにお役立てください。詳細は概要欄ご覧になってください。新生姜の万能おかずだれ、材料はこちらです。新生姜、長ネギ、鶏ガラスープの素、お酢、天才糖、梅油、ごま油、お塩、胡椒になります。まず新生姜、綺麗に洗うんですけれども、ちょっと複雑な形をしていますので、節ごとにばらします。こんな感じでね、節の間から泥が出てきたりします。ある程度形をバラバラにして、でこういう泥をね、綺麗に洗い流したり、皮とか黒っぽいところはスプーンなどでこうかき取るようにして取り除いてください。皮は基本剥かなくて大丈夫です。もう新生姜はね、もう身も皮も柔らかいので、そのまま使っていきます。ちょっと悪いようなところだけね、こういう傷んだところとかね、そういうものだけ取り除いてお掃除してみてください。綺麗にお掃除した新生姜を刻んでいきます。赤いところはですね、少し茎が出っ張ってるところだけ切り落とします。こんな感じですね。茎のところも食べれるんですけれども、ちょっと筋っぽいので、少し縦にこう切り込みを入れて、ザクザクと刻んじゃえば大丈夫です。でちょっと先端のところはね、今回は使いません。あとはひたすら細かくカットします。もしね、包丁で手切りするのが面倒だったら、フードプロセッサーなどを使っていただいても結構です。もう新生姜はね、普通の生姜と違って柔らかくてみずみずしいので、結構ね、切るのも楽なんですよ。もうサクサクっと刻んでいけますんでね。細切りした新生姜をさらに刻んで細かくしていきます。新生姜こんな感じですね。ザクザクと刻んでいきます。新生姜カットいたしました。続いて長ネギもみじん切りにしていきます。ネギはですね、斜め半分、包丁少し浮かせながら切り込みを入れます。完全に切り落とさないで、ネギの中心部ぐらいまでにね、包丁の刃を入れて刻んでいきます。そしてひっくり返して、また同じように半分ぐらいまで包丁の刃を入れて刻んでいきます。そうするとね、こんな感じでぐでんぐでんのネギになります。あとは普通に輪切りの要領ですね、小口切りの要領で刻んでいきます。これでね、みじん切りになってしまうので結構簡単なんですよ。こんな感じでネギもみじん切りにいたしました。準備は以上です。火加減中火にかけます。そして米油です。少しね、多めの量ですね。刻んだ長ネギを炒めていきます。米油の中にネギの旨味をしっかりと溶け出してあげて、美味しい油を作っていきます。ネギ油っていうだけでね、お料理美味しくなりますよね。じっくりとネギの香りを油に移していきます。ネギのね、サイズが少し水分が飛んで縮まってきたなというぐらいの加減で、新生姜を加えていきます。新生姜をじっくりと炒めていきます。新生姜をね、こう炒めていると、成分であるジンゲロールが生姜オールに変化するんですね。温め効果がさらに高まります。生姜がね、ちょっとしんなりしてきました。ここで調味料を加えていきます。鶏ガラスープの素です。天才糖です。お塩です。胡椒です。
そしてちょっと隠し味にねお酢を加えていきます。こちらはウェルネスキッチンのオリジナルウェルネスになります。お好みのお酢で大丈夫です。こちらの方はね概要欄の方に記載しておきますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。これでね味がぐんと引き締まるんですよ。お酢を入れてね少し生姜の色がピンクっぽくなりました。これはね化学反応なので気にしなくて大丈夫です。そしてここで火を止めて、仕上げに香り付けのごま油です。ごま油で香りをつけたら完成です。こちらは冷蔵庫で2週間ぐらい保存もできますのでね、清潔な瓶などに入れて保存してみてください。こちら新生姜のおかずだれはこのままご飯にかけて食べても本当に絶品なんですけれども、蒸し鶏とかまた焼き魚、お肉、お刺身、おそうめんの漬け汁に入れたり、もうとにかく万能です。まあ、その中でもね私がちょっとお気に入りの食べ方一つねご紹介します。まあ、紹介といってもただお豆腐にかけるだけなんですけれども、もうこの冷ややっこに新生姜のタレが最高なんですよ。本当にこれからね少し暑くなってきますので、冷ややっこにねこの新生姜ぜひ試してみてください。新生姜のおかずだれ、健康効果についてご紹介します。新生姜は生姜と栄養的には変わらないですが、水分が多くサクサクと柔らかいのが特徴です。特有の辛味成分であるジンゲロールやジンゲロン、生姜オールは血流や胃液の分泌を促進し食欲増進効果があります。また生の生姜は体のほてりを鎮め殺菌効果が強いですが、加熱をすることでジンゲロールが生姜オールに変わり体を温める効果が高まります。今回のレシピは加熱をするので冷え予防に効果的です。またごま油や米油に含まれるビタミン E が血行促進、オレイン酸は悪玉コレステロールを減らすので、新生姜の効果と相乗効果で血の巡りを良くする一品です。ぜひお試しください。新生姜のおかずだれ、ちょっとお味をお伝えしたいと思います。こちら先ほどお豆腐にかけたものですね、いただいてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。ただのお豆腐が絶品です。新生姜のピリッとした辛さとごま油の奥行きのあるコク、そして新生姜のね爽やかな香りが口いっぱい広がって本当に美味しいです。今回はねお豆腐でご紹介しましたが、本当に何かにかけるだけで全てがね爽やかな初夏の味に変わります。また保存もねかなり効くんですよ。油を割と多く使っているので冷蔵庫で保存していただければ 2,3 週間は全く問題なく保存できます。新生姜の季節たっぷり作っていろいろなお料理に活用してみてください。今回は新生姜を使った簡単レシピ、新生姜のおかずだれをご紹介しました。新生姜というとね甘酢漬けが割と一般的ではありますが、甘酢漬けの場合ってちょっと茹でこぼしたりとかして新生姜本来の栄養素も少し損失してしまったりするので、ちょっと私はねもったいないなという思いでいろんなお料理にね活用しているんですけれども、ぜひ過去のこちらの動画も合わせてご覧になってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。